どうしたんですか。ふわふわふわ。ふわ、パタ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 。飛んでますけれども、はい。空飛んできたよ、野口さん。飛んできた、どういうことですか。別に日本から飛行機に乗ったとかって話じゃない。出会いわけではなく、はい。このゲームズコンで空を飛んできました。うん、というと、まあ、僕の予想は言いますね。はい。VR。あ、見事。だけどさ、まあその VR でこう。つけたら、はい、椅子に座ったまま実は空飛んでますよみたいな体験はね、そういうのを考えてますけど、いっぱいありますけど、はいはい、なんとね、違う？実際にこう、はい、うつ伏せになって風も送り込まれて実際にこう手をパタパタさせて、空を飛ぶゲームを見つけたんですよ。なんかしっかりアーケード筐体じゃないけど、まあ、そんな感じ、そういう感じで、そう、あのなんていうんですかね、こう実際にその上下もするんですよ、機械が。あ、そうなんですね。だ、自分が下に飛ぶとちゃんとこうやってあの斜め下を向くし、上行くとこうやって向くんですよ、体 全体が、はいはいはい、なので、ね、本当にこうやって下に進む時とかの自分の向きも上がってるし、うん、風も強くなるから、本当にシューって行ってる感じがして、楽しそうですね。そうそうそう、肝心なタイトル忘れてましたよ、聞くの。ジュラシックフライト。ジュラシックフライト。そう、これでも、あの実は 7年ぐらい前からあるらしいんですよ。あんまり見たことなかったし、そうですね、僕も初めて知りました。本当結構みんな通り過ぎると、はいはいはい、注目度高かったですね。振り返っているんですよ、うんうんうん、なんかあんまりゲームとして売ってきてなくて、2011年ぐらいにあの学生プロジェクトとして大学生が2人で始めたらしくて、はいはいはい、もうほんの数ヶ月でプロトタイプが出来上がって、 できた頃にはもう結構博物館とかから、うん、あ、それを置かせてくれとかっていうのになって、ね、そういうのでも基本的にこう間に合ってるから、あんまりゲームとして売ろうとして来なかったらしいんですね。それをやっと今ゲームズコムで出展したりとか、なるほど、今度はあの10月に東京の C-TECありますね、にもあの行くらしいんですね。じゃあ日本でもできる日が、日本でもできるとはいえ、まあ、だから何かのエンターテインメント施設に置いてもいいんじゃないかなと思うんですけど、そういう置き方はまだゲームセンターとかでは置いてないみたいですけど、ちょっと惜しいですね。でもね、あの、はい、ちょっと飛び方がね、その直感的とはちょっと言い難いところがあって、あの別に悪い意味ではないですけど、はいはいはい、なんかこう台に乗ってこう手を横に広げると、うん、なんかこう持てるものがあるんですけど、はい、それをこうやって上下させることでパタパタするんですけど、うん、別にそれで上とか下行くわけじゃなくて、ちょっとスピードアップするだけで、いわゆる鳥みたいに、まあ、一応恐竜の鳥みたいになってるんですけど、はい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 、パタパタしてるだけでそんなに意味はなくて、そのこうやって向きを変えられるんですよ、手ね、左、手、そう、両手、両手をこうやって手のひらを前にすると上で、そこからパタパタすると上に行くんですよ。でこうやって足の甲、足の甲じゃない、手の甲を前に向けると下に行くみたいな感じ、それはまだ直感的だけど、はい、左右に移動するときって右行きたいときは右手は手のひら、左手は手の甲でそっちに行く。あ、それって結構そのゲームの映像見ながらやろうとすると結構混乱する。そうそうそう、今の聞いてると割と飛行機の仕組みに近いですね。飛行機の仕組みあなた知ってるんですか。うん、あ、そうというかあれ旋回するときって片方の翼をこう傾けて、あ、そうなんだ、で、あのなんかパタパタできる部分あるんですよ同じように。あ、そうなんだ。それを調整して旋回してるので、多分それを意識してるのかな、もしかしたら。飛行機でよかったのに恐竜じゃなくてでもパタパタはできないからね飛行機は。でもさ、自分が飛行機になって移動してたらめっちゃ違和感ありそうだね一応ほら、人間がみんな夢とかで見る自分が鳥になって空飛べたらどうなのかっていうところを、ゲームで疑似体験、最も近く近い形でさせてくれると思うけど、やっぱ7年前のゲームであれだけあってグラフィックスはちょっと古くて、ちょっとそういう意味ではちょっと酔いが来たりとかっていうのもあったんですけど、一回この筐体見たらやる価値あると思うし、結構ね、いろんなステージもあるみたいで、僕がやったのはなんていうんですかね、あれ、それこそ多分古代のその自然の景色で、うんうんうん、まあ、ジャングルみたいなところですよね。自分の姿見えるんですか。見えないです。一人称視点。うん、そうですね。おうおう、そうそうそう。だけど他にも大都会だとか、うんうん、それは楽しそう。いろんな場所ロケーションがあるみたいで、思いつきましたよ、はいはい、で UBI のイーグルフライトってあったじゃないですか。そう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 、あれを VR で遊んでる感覚。イーグルフライト VR ゲームですよ。あ、そうかそうか、あれ VR かもともとあれは VR だから、あれこそがもっとその飛んではいるんだけど、はいはいはい、普通に椅子に座っちゃってんだよね。はい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 、完全にさふわっとしてる、うつ伏せにさせるゲームっていうのは、まあ確かにね、あんま見たことなかったから。あんま見たことないですね。やっぱその飛ぶっていうのは VR でできても、その姿勢をなかなか実現できない。
だってさ、うつ伏せになりながらでこう向きも変えられるっていう、そうですね、筐体がないんだもん、はい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 、そういう意味では結構ね画期的なものを見たなという気がするんですけど、ね、それが7年経っても僕ら2人とも知らないことってあるんだなっていうまあまりこのゲーム取り扱われてること少ないですからね。でもなんかすごいなんかこういろいろで話題になって、なんか話題な有名なメディアとかに取り上げられましたみたいなことを言ってたんですけど、ゲームメディアじゃないんですよ。あ、ゲームメディアじゃないのか。ゲームメディア以外の多分なんか、そうなんだ、うん、はい、技術的なね、海外の本当メジャーなメディアとか新聞みたいなと、そうなんだね、そう、だからゲーマーは意外に知らないし、ない、多分日本となるとナオイストのことみんな知らないんで、うん、これはちょっと紹介する価値があるんじゃないかなということで、はいはいはい、ゲームズコンから紹介させていただきました。はい、10月シーテック行く人はぜひやってみてください、はい、これスイスの学生たちが作ったゲームで、そうですね、もうね7年経ったから今は学生じゃないけどね。あ、そうですね、はいはい、今後はもう少しゲーム向けにも売っていくみたいな話をしてたので、楽しみですね。そのあたりも楽しみでございます、うん、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。